大丈夫ですか大丈夫ですか、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いいたします。お願いします。さあ、ギターマンもね今日は一緒にやっていきたいと思いますけれども、まず初めにご挨拶を皆さんから頂戴したいと思いますが、あの立ち位置は大丈夫そうですね。はい、長谷川さんからまず、はいはい、メイクもすごいですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあ一発ですね。こんにちは。虫だよみんな。虫ではない。パシャパシャ鳴ってたから、うん、虫だよそんなもん。虫って何ですか。いや今日はですね、僕は大好きなマッドマックスのイベントということで、まあ、たった一言ね、あの声優をやらせていただいたんですけれども、あのウォーボーイのメイクをこう やらせていただいてですね。で、前作は僕は立川の映画館でね、牛丼のバイトの先輩の栗丸さんと一緒に見に行ったっていうのは皆さんご存知だと思いますけれども映画館にねこう見に行った9年前。そうだからね、もう今回もね、ウォーボーイでやらせていただくということで、もう栗丸さんにまず真っ先にお知らせしたいなと思いますね。栗丸さん、はい、変な名字だな。あだ名じゃねえんだろ。本名ですね。本名だろ、栗丸、はい、嘘みたいな名字だな。栗丸。いや、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。すいません。はい、小峠さんご挨拶お願いします。はい、僕もその前回がデスロードですかね、あの時はやっぱ芸人の、うん、中までもみんな噂になってたよね。いや、そうそう、面白いって。そう。で、まあ僕はやっぱ単車とか、やっぱそう音楽とかも好きなので、なんかやっぱああいうこのマッドマックスのこのまあこう世界観というか、うん、こういうのはやっぱものすごくまあ好きで、まあ今回の作品もやっぱ非常に面白かったですね。で、まあ声優もちょろっとやらせていただきまして、ありがたい限りでございます。小峠さんも今日ウォーボーイズで、はいはい、やりましたね。来ていただいてありがとうございます。うん、はい、ジャケットは革ジャンはいつも通りっていう感じもしますけれども、ね。そうですね。はい、だいぶ安物ですけどね、これ、ね。いつもはね、ルイスレザー着てらっしゃいますからね。はい、用意していただきました。ありがとうございます。最後にマットさんお願いします。はい、はい、マットです。よろしくお願いします。結構マットっていう名前で。お仕事いただく機会が多いんですけど、今回もいただいた瞬間に分かって、あ、これも今回名前でいただけたなと思って。なるほどね。そっかそっか。で、今回長谷川さんと小峠さんをメイクさせていただいて、で、ちょっとウォーボーイズに仕上げたんですけど、ちょっとマッドマックス軍団にしようと思って、今回誕生の記念ということで、はい、よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。軍団ね、そういうことね。プロデュースを、はい、じゃあ覚えずお二人今日長谷川さん小峠さんしていただいた感じになるんですかね。そうですね、はいはい、で、僕はヒュリオサを、はいはい、やりました、うん、おでこがね、こう黒くなってます、はい、いいよな、簡単でな。ここピッて塗っただけでさ。さっき車でできました、すぐ。いいよ。全然揺れながらもできて。あ、そう、いいよな。もう一緒こうやって、びっくりしたでしょうね、一緒にこう。見た人はね、それ。僕、運転してないですよ。ああ、僕、後ろにいた。はい。お前、バカか、お前。なあ。なんで運転しながらメイクするんだよ。考えたらわかるだろうよ。お前だけだよそう思ったの。マットが運転、ウォーボーイズ並みにバカです。バカちょっとやめてください。いや、本当ウォーボーイズの中でもだいぶ身分が低いよ、お前。身分が低いウォーボーイズだよ、お前。すぐバレますからね。スーってやって飛び降りそうな感じです。いいですね、こんな皆さんで今日はやっていきたいと思いますが、はい、今日皆さんメイクをしていただいてますけれども、今回そのウォーボーイズのメイク、はい、マットマックス仕様ということになってますが、はい、準備の様子がですね、映像としてご用意いただいているということで、はい、ちょっと一緒に見ていきましょうか。はい、お願いいたします。すごいなんてシュールな、ね、これは こっから始まるっていうねえ、マットさん、これおでこに今何を？これラインストーンつけてるんですけど、うん、ちょっと一時期僕ティアラ流行ってて自分の中で、うん、今あんまつけてないんですけど、うん、ちょっとティアラ風にこうラインストーン並べて、うん、でその後星を散りばめるっていう作業をしたんですけど、うん、そうね。すごい喜んでますね。喜んでねえよ。お前ラインストーン散りばめたウォーボーイズなんか出てないからな。
やっぱボーイズって全部同じメイクなのでちょっと個性を出した方がいいかなと思って、はい、出させていただきました。これつけまつげもされてます？そうなんですよ、ね、やっぱちょっとマットらしさも必要かなと思ってまつげを。かわいい。いや、かわいかねえよ結構強そうじゃないですか、なんかこいつ、うん、こいつでも、でもなんかあれよね、一応最初適当にやってるかなって思ったら、うん、一応なんとなくこうテーマがあったみたいで、ちゃんとテーマがあって、そう仕上がったら、うん、なんとなくやっぱこう統一感がいいですよね、あって、ああやっぱさすがね達者だなと思いましたよ、ちゃんと考えてんだなと思って、うん、長谷川さんにもこれはラインストーンが、はい、長谷川さんはちょっとまた全然違う感じにやってて、遠目で見ると傷に見えるラインストーンの付け方をしていて、でも近くで見たらこれハートのラインストーンがついてて、すごいこうなあ、なんか言えよお前いやいや、なんかお前のターンだろどう考えてもいやちょっと嬉しいですね、もう初めて尽くしであ、よかったです、はい、そのラインストーンつけたのも初めてですし、かすっごい似合いますね。本当ですか？あのまつげもすごい似合う。あ、いや さっきもね、あのなんか知らない人にまつげ似合うねって言われたんですけど、目が大きいですもんね、ま、から似合うんですか ね、 いやちょっと普段からねちょっといろいろやりたいなと思、ありがとうございます。鼻のところにもラインストーンがあるんですね。ここに鼻の傷があるのでちょっと似たような感じにラインストーン、今日はそのね上、顔だけだからよかったですけど、声優やってた時こう上半身白塗りになって、あ、そうだ、あれ大変だったな。そう、それ家帰ってシャワー浴びてこうやってね、石鹸で落とそうとしても全然ここ白いの取れなくて、取れないなと思ったら、胸毛の白髪でしたそうだから、そう取れなくて、そう胸毛の白髪をずっとそう擦ってたんですよ、あの石鹸で、はい、それは取れないよって。これが完成形ですねあれ落ちなかったよな、なかなか落ちない、背中とか取るの難しい、手届かなくて。確かに、かる、あれ背中まで塗ってたんですか？塗ってましたよ、すごい、そうそう塗った塗った、あ、完成した、うん、はい、完成で、いやいや、バケモンだよ。 V8 ポーズもしていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。プロデュースをされたマットさんは改めて見てどうですか？いや、結構クオリティ高くできたのかなと思ってね、うん、あの傷とかもなんか遠目で見たら結構傷っぽくないですか？あ、なるほどね、血が滲んでるみたいな感じで、ね、血が滲んでる感じで、はい、もうゴージャスに仕上げたので、ありがたいよ。やっぱこう殴りたくならないかなと思ってあ、敵がこう来てもそう2人とも、あ、殴りたくならない、ならない、あ、珍しい、いいね、攻撃されないっていうことは、いいね、されないんですよ。そっかそっか、そこも考えてください、そこも考えて。なんかローボーイズってなんか前作もそうだったんですけど、結構なんかこう情が湧いてきちゃうというか、なんか一緒にいるとそういう子たちだなと思って、なるほどね、なんか近づけば近づくほど、あ、ハートだったんだみたいな、そう、でこう殴りかかっても、あ、珍しい、質が、ね、あいつハートなんだっていうね、いいね、処世術としてはいいかもしれない、そうそうそう、これいいんですよ、ありがとうございます、はいはい、争いたくならないオーボエズをお二人作り上げていただきましたけれども、うん、出来栄えとしては小峠さん、長谷川さん気に入ってますか、どうですか？まあまあまあ、そうですね、あ、まあ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 気に入ってますね、まあまあ、めちゃくちゃ気に入ってるかって言われたら別にそうとは言えないですけどまあまあ気に入ってますね、まあ、マットがちゃんとやってくれたので、はい、まあ、ありがたいですね。僕なんて、自撮りしましたからはい、お気に入りじゃないですか、お気に入りですよ、本当、あの、はい、僕家はこれにしようかなと思ったからね、いいね、それで、こんな人いないでしょ、はい、いない、いい、はい、家だ、来て笑ってくれるかなと思って、もう、もう早く死んでくれよ、じゃあもうなんでですか、見たいよ、お前がそれで家のとこ見たいから死なないですからまだ、はい、じゃあまた立川でこの格好でね見に行っていただいて、はい、そうですね、はいはい、目立つと思うんで、はいはい、どなたと行かれるんですか？クリマルさんと、あのでもいいよクリマル、何なんだよクリマルってどんな字書くんだよ、どんなクリに丸、クリに丸です、丸、クリマル、はい、下の名前は
サトシかな。サトシかな。クリマルサトシさん。今日あのマットさんもね、はい、メイクもしていただいてますけれども、今あの腕のところにも出てますけれども、はい、マットさん。マッドマックス仕様じゃないですか。そうですよ、マッドマックスとマッドマックスどっちも。あー、おー、マッドマックスね、はい、あ、いいじゃない、はい、このポーズした時に出るように、はいはい、あ、なるほど、はい、入れてます。いいじゃん、いいね、素晴らしい、両方書いてあるというね、はい、はい、ありがとうございます。という皆さん、ちょっと映画のご感想も伺いたいなと思うんですけれども、はい、怒りのデスロードが完結する、まあ、真の怒りのデスロードが完結する、まあ、どうやってその怒りのデスロード出来上がったかという前日談にこのフィリオさんなっているわけですけれども、各方面から絶賛の声が相次いでいる本作ですが、今週はあのカンヌ映画祭でもカンヌ国際映画祭でも特別上映があるということですけれども、マットさんはこのマットマックス最新作ご覧いただいていかがでした？僕実はあの本当はカンヌのやつ見に行こうと思ったんですよ。で仕事で行けなくなっちゃって残念と思ってたらこのイベントが入ってきて嬉しいと思ったので、であの前作のフィリオサと今回のフィリオサが本当にこう女性のこの強さというか、うんうん、たくましさっていうのがすごい描かれていて、なんかそれって今の社会のその背景もあるのかなと思っていて、なんかこう男性社会の中でもこう女性がちゃんと発言できるあの感じとかも描かれてるのかなと思って、なんだか僕はそこをこう読み取りながらなんか映画を見てたんですけど、なんかで2人のこう美しさもあるし、なんかどっちも兼ね備えていて強さと、なんかそれもすごい見どころだなと思いました、はい、そうですね、怒りのデスロードでフィリオサがなぜこうなったのかっていうのが本作ではね、うんうん、描かれていきますからね、はい、ありがとうございます。長谷川さんはいかがですか？いや、そうですね、やっぱあの前作が僕あのスピード感がすごかったっていうお話をよくしてて、でこの最新作フリオサの方もとにかくもうあの初めからもうクライマックスみたいな、もう手に汗握る感じで、もうスピード感でもうあっという間に終わったっていうのが良かったですね。薄いないやいや、それでですよ、それでもうそう、僕は今回見てもうあの前作が9年前ですからね、確かにそう、いやそうよ ね、 ね、だからなんか5作あるらしくて、あ、そうね、80年代からのね、はい、まあ、僕まだ生まれてなかったので、その3作目とかまだ見てないんで、ああ、じゃあそれ見た方が、ね、あ、見ないですか3作目、まだ見てないですけど、見てないのかよお前な、僕はだからそのこれの前作ね、はい、前作をこれ見させていただいて、その前作を家に帰ってまた見たんですよ。それで見て、 あなるほど、こういうふうに繋がってたんだと。もう9年前の記憶だからもうないんでね、そのもう一回見ても最新作、はいね、そっちも最新作のような感じで見れます、はい、M1 優勝したのももう忘れてるんでしょいやいや覚えてますよ、ちゃんと覚えてますから、はい、いやちょっとこれはねもう面白かったですね。よかったです。小峠さんはいかがですか？はい、いや確かにその正則の言ってるそのスピード感っていうのはもう本当なんか最初からこうなんか出し惜しみなくなんか激しいアクション、なんか見たことない映像世界観、あ、めちゃくちゃ面白かったですね、うん、で、まあ、さっきも言いましたけど僕はやっぱバイクが好きなので、なんか そういう乗り物、まあ、車とかも好きなんで、そういうこうなんか乗り物目線でもちょっと見てしまうというか、あのバイクかっこいいなとか、あの車かっこいいなとかで、まあ、劇中2時間半ですかね、ずっとあんなにこうなんか単車のエンジン音がずっと鳴ってるじゃない。いやこんな映画他にないよなと思って。静かなシーン一個もないですよね。そうそうそう、静かなシーン、ずっとなんか排気音というかマフラー音というか、やっぱそれが僕はなんかたまらなかったですね。うん、面白かったです。非常に。そうですよね。今おっしゃったように本当にまあメカとかガジェットとか、まあバイクとか車とか、そのあたりでもとっても興奮して見ていただけるかなという作品ですけれども、マットさんはそのあたりいかがでしたか？この勢いみたいなところってどうでした？いや、この映像美っていうの本当にすごいなと思って、うん、でこれ見たからもう一回前作を見たら、あ、10年前でもこんな映像をやっぱ作れるんだっていう、あ、そうね、なんかそこの凄さも感じて、前作もまた素晴らしいなと思えることができたので、うん、ぜひまた新しいの見たら前のやつを見たりとかして、うん、なんか見比べるといいのかなと思います、はい、うん、フィリオサがどう誕生したかっていう話でもあるんで、そういう流れで見ていただいてもいいかもしれませんよね、はい、そうですね、こっちから、そう、僕ね友達に勧めるときに、はい、この
フリオさんの最新作を見てから前作見た方がいいか、それとも前作見てからこっち見た方がいいかって今迷ってるんですよね、その進めるときに、うん、もう好きにしてください、それもそれはもう個人の自由、個人の自由でね、うん、はい、はい、ぜひ両方見ていただきたい作品でもありますけれども、うん、そしてあのお前の怒りを解放しろというのがこの映画のコピーになっているんですけれども、うん、長谷川さん、そして小峠さん、最近怒ってしまったエピソードって何か長谷川さんありますか？あ、怒った、あのね、公園でこうコーヒー飲んでたんですよ、ちょっと小雨降ってるところ、うん、ね、そしたら鳩の大群いきなり僕の目の前にバーって出てきて、うわなんだと思ったら、うん、そのうちの1羽が僕の頭に止まったんですよ、僕動いてたんですよ、それ止まってうわうわうわってってこう焦ってバッて鳩逃げてったんですけど、そしたらまたなんか僕の頭が止まろうとして近づいてきたからうわーって暴れてなんとか阻止できたんですよ、うん、でそのあの鳩が頭に止まったことある人います？何の話だよ、いないよそんな、いないですか？いや僕初めてね、あの人生で初めて鳩止まったんですけど、鳩の足、鳩の足って知ってます？なんとなくわかるよ鳩の足、いやいや鳩の足って、そうそうそう、思った以上に暖かいんですよ、びっくりして、暖かい、体温を感じたってことだ、そうそう、だからちょっと小雨降ってたんですけど、ちょっと暖取れたというか、お前なんで小雨降ってんのにお前外でコーヒー飲んでんだよ、そうそう、それが一番おかしい、いやね、そうよね、いやいや、そんな日もあるよ、家で飲めばいいじゃない、屋根のあるとことか、いやそんな日もありますからいやないよ、それがちょっと怒りましたね、なんで鳩は頭に止まりたくなったんでしょうね、いやだからそれがね謎なんですよ、いや僕はこういうふうに止まってたら分かりますよ、木だなと思って止まるのは、うん、あ動いてたのに、そう動いてたのに止まったから、なめられてんだろうな鳩にな、こいつは止まってもいい人間だって思われたってことよちょっとそれがちょっと謎なんですよ ね、鳩の足はあったかいっていう新しい情報ありがとうございます、ちょっとちゃんと書いといてください、うん、書かないよお前、同記事にするんだよこんなの小峠さんは最近怒ってしまったことってありました？僕はもう単純にさっき正則が立ち位置間違えたの腹立ちましたけどね、いや何が腹立つだって、こう思いっきり小峠様って書いてるんですよデカめのバミリが書いて確認してます、うん、そうなのよ、小峠様ってこれ書いてんのにこう見てこう立ったよなお前すいません、視力どうなってんだよ、いやいやちょっとはい、分かんなくなっちゃった、いや分かるよだって、見て一回確認して立ったよな、何どういうことなのあれ、ちょっと気が動転です、気が動転ねえ間違えようが、そうですよ、間違えようがないんだから、こんな太めのバミリー、いやでも小峠とあの長谷川ってこう似てますもんね、別に似てないよこれ、これはちょっと腹立ちましたよさっき、小峠さん今朝このエピソード以外では何かありますかこのちょっともう一個このエピソード以外、はい、他にもあったりしますか最近、はい、最近穏やかですか、いやいや最近はどうなんでしょうね、ちょっと前にあの親父が死んで、であの友達に連絡したのよ、うん、親父が死んだっつって、はいはい、あの昔の小学校の時の友達に3人ぐらい仲いいから、あの親父で会ったことあるやつ連絡して、うんはい、で2人はなんか、あこの度は大変だったね、面白い親父さんだったねって来たんですけど、はい、1人だけそうなんっていう、うん、一言、すごい、うん、すごくない、一言そうなんて親父死んでんだよ、うん、すごいドライというか軽いというかその後なんて返したんですか俺笑っちゃってさそうなんてなんだよと思ってそんなことある、そうなんてなんだよと思って、ね、でまあしばらくしたらなんかまた返信来たけどね、なんかそういうなんか、ああそうそうそう、最初はやっぱ衝撃だったよね、なんかそうなんて、びっくりしますね、びっくりしたよ、ありがとう、なんなら既読だけで終わらせてたときはね、そうへえすごい、という多分ご覧になった皆さんのそういった怒りも解放してくれるような作品かと思いますが、これあのフュリオサが主人公というお話になってますけれども、はい、うん、怒りのデスロードでシャーリーズ・セロンがフィリオサを演じられていましたけれども、そこにつながっていく前日談がこのマッドマックスフィリオサということで、そのあたりそのシャーリーズ・セロン、そしてその前を演じたのがこのアニャ・テイラー・ジョイというのは皆さんいかがでしたか、うんうん、マットさんどうでした？いやもう本当さっき言った通りなんですけど、やっぱその2人の強さっていうのがもう本当に目で
お芝居してる感じがすごい分かって、なんかこう目から感じる感情っていうのがあの映像から分かるので、なんかそこもあの楽しんでほしいなと思ったのと、僕はこの今回の最新作でその目をすごい覚えてたので、あのその目をこう思い出しながら今回メイクして、あのやっぱり彼女のなんだろう、すごい悔しさとか悲しさとか本当に伝えたいこととかっていうのがすごい目から伝わってくるのは、本当にこうお芝居の力ってすごいなって改めて思いました。ハニャテーラージュの目でもう分かりますもんね。いやもうすごい、そうですよね、これから起こることあったらこの目すればいいんだなみたいな感じになってきますよね。僕も何回も鏡見るとき、あのこういう格好でこう見てました。はい、はいはい、そうなんですよ。長谷川さんはいかがでした？いやそうですね、やっぱりあのだから復讐っていうのがやっぱり一番あの世の中で恐ろしいなっていうのは知りましたよね。あのだから多分その僕喧嘩したら負けますね、その強すぎて、そうすぐやられるだろうな、やられます、絶対勝てないなと思いましたね。あのフィリオさん、メカニックとしての技術とかドライビングテクニックとかその辺も多分負けちゃいますよね。そうですね、はい、全部で負けますね。勝てるとしたら、うん、髪の毛の少なさですね。髪の毛の少なさは勝ってる、うんうん、それも負けてんだよ。、うん、無理やり勝ちに持ってったんですけど、負けてんだよ。それ負けてますね、負けてる。いや勝てないですね。小峠さん、このフィリオサの魅力っていうのはどうでした？シャリズ・セロンも怒りのデスロードで素晴らしかったですが、そうですね、やっぱそのなんでしょうかね、こう徐々にこう成長していく過程とかがね描かれてて面白いですよね。 あとやっぱりそのなんか最初の方はちょっと可愛らしい女の子だったんですけど、もう後半とかもう本当この映像とかもうなんかね、その復讐になんか取り憑かれてるというか、もうそのことしか考えてないというかね、なんかそのやっぱ強いなんか女性の部分とかもすごく感じて、まあ、本当なんか後半とかもうなんか危機迫る感じで素晴らしくすごかったですね、うん、そうなんですよね。そして能力もね、もう周りと全然劣らないという素晴らしさもありますけれどもね、うん、はい、ありがとうございます。さあでは今回先ほど冒頭にもおっしゃってましたけれども、あの長谷川さん、小峠さんは一言、はい、たった一言声優をされた、やらせていただきましたということですよね、ええ、その際にあの長谷川さんが小峠さんのことをライバルだっていうふうにおっしゃってたと思うんですけれども、そうですね、はい、やっぱりそのウォーボーイズとしては負けたくないなと思って、だけどちょっと僕お腹が出てきたんで、なんか小峠の方がなんかウォーボーイボーイズみたいなとは思ったんです、ね、いやそういう体型の、あ、まあ、ウォーボーイズ、そうか、みんなウォーボーイズはみんな筋肉で、あ、そうか、あ、そうなんですよ、でもライバル視してましたよ。あ、そうなんですね。小峠さんはどうですか、ライバルされてますけども。いや何も思ってないですね。別にあそう思われてるんだっていうぐらいであって、別にこいつにライバル心を燃やして何とかして僕だけあの出しこいつ出し抜こうとかそういうの考えてないですね。そうなんだっていうぐらいですね、はい、勝とうみたいなことは全然ないですね。あ、そうですか、うん、ちょっとその流れだと次移りづらいんですけれども、あの今回ですね、お二人にゲームに挑戦していただいて、はい、長谷川さんと小峠さん、どちらがより優れたウォーボーイズなのか競っていただきたいと思います。はい、はい、マッドマックスといえば爆音で、そしてウォーボーイズといえば叫びということで、本日挑戦してもらうのは絶叫マッドマックス愛対決でございます。はい、こちらマットさんは今回隊長として対決を見守っていただきたいと思うんですけれども、はい、お二人このマイクを使っていただいて、マイクに向かってマッドマックスフュリオサをどれだけ愛しているのかというのを一言で叫んでいただきます。より大きな数値が出た方が勝利ということになります。はい、これよくテレビで見たことあります。初めて実物見ました。デシベルを、ね、測るんですけども、すごい、そうなんですよ。ただマットさん、あの見守っていただくんですが、はい、一応基準として最初にマットさんのお声で、まあ、大体普通だとこれぐらいっていうのをちょっと出していただこうかなと思いますが、はい、これ2つに言うんですか？あ、そうですね、マイクはお預かりするのでちょうどセンターのところで言っていただければ大丈夫かなと思うんですけれども、マットさん
大声の自信はありますか？頑張ります。はい、それでは、え、これいけるんですか？もういってます、大丈夫です。はい、はい、それではマットさんには基準となりますマットマックスフュリオサーと叫んでいただきたいと思います。それではマットさんお願いします。マットマックスフュリオサー。あ、80デシベルでした。最高で100ですか？もっとあるの？もっと出ます、大丈夫です。結構さっきもリハーサルで超えてたんで100以上出ます。あ、でも100マットさん、あ、じゃあマイクを戻しますね。1しかないですよね、でも。はい、じゃあマットさんマイクをお持ちいただいて、マットさん今の一番出した感じの声ですかね？はい、あ、そんな感じです。はい、ありがとうございます。声なんか出さないでしょ普段。ね、出さないです。出さないでしょ、ね、出し慣れてないでしょ多分。クラブではっちゃける時ぐらい。あ、クラブの時は声出すんだ。 あります、DJ やってるんで。あ、そっか、 DJ、はい、DJ の時はなんて言うの、そのバーって。もうそんなもう分かんないけど盛り上げる、カモンとか言うの DJ で。そういうのやらせといて、僕はなんかフーとかなんか。あ、フーね。フー、フーでちょっとフーでもう一回やってみたら。イエーイとかフーとかでしょ。あ、これなんか僕思ったんですけど高い声の方が出そうな気がした。へー、が確かに。ちょっとやってみますか。 DJ やってるのイメージしてさ、はい、まあ、これ両方無に向かってなんで、あのセンターで大丈夫ですよ。ああ、はい、ではお願いします。そんなことですか。いいじゃない、ほら、いいじゃない、ほらほら、すげえ。いい、やっぱ、あ、普段出してる声のがいいよ。102デシベル、いいじゃない、結構いいんじゃないですか。いきましたね、はい、これちょっと基準となるには結構高めかもしれませんけれども、お二人頑張っていただいて。はい、それでは長谷川さん。長谷川さん結構大きいですね普段の喋りの。はい、いやだから、はい、大声は出してますけど、大丈夫ですかね、はい、ちょっとこれ超えていただかないと困るんですけれども。はい、もう長谷川さん何でもいいです、愛を叫んでいただければ。はい、はい、それではお願いいたします。マットマックス大好きだ。バカみたいだなお前。長谷川さん107デシベル。上がったー。あー、でも107か。あ、でもそんな変わんないですね。そうですね、 5ぐらいですね。あんだけ長いこと、そうね、頭に血が昇りますよ今。長さがあんまり関係なさそうですねこれね。関係ないんだ。はい、そうなんですね。それでは小峠さん満を持してお願いいたします。ここでね、はい、お願いします。はい、西村お、すごい。小峠さん116デシベル。すげー、いやー、西村も喜んでくれてるよきっと。いや、あいつ生きてんだよ。うん、というわけで、まあ、ピンピンしてんだよ。長谷川さんが107デシベル、そして小峠さんが116デシベルということで、はい、おめでとうございます。小峠さんの勝利です。くそー。小峠さん、なぜ西村さんの名前。いや、やっぱ一番の怒りを表現できる名前かなと思って。なるほど、マットマックスフィリオさんに西村さんへの怒りを、はい、まあ、投影していただいたという形で、うん、はい、はい、小峠さんおめでとうございます。ありがとうございます。さあ、隊長のマットさん、お二人の発声はいかがでしたか？はい、いや、なんか長谷川さん勝つかなと思ったら、はい、意外と小峠さんで、まあ、そうね、すごい、うん、怒りがマックスだったんでしょうね。西村さんへの怒りが。第2回大会では負けん。 ないよ2回目は。恥ずかしい絡みしてくるんじゃないよお前は。というわけで怒られましたね。はい、そうですね、今のも含めて小峠さんが優勝ということでよろしいでしょうかね。はい、すいません、そうですね、はい、皆さんありがとうございました。乾杯です。